て今日の話は誰かのためにの方が頑張れるという話をしてみたいと思います。まあ、どういった話かというとですね、こう自分のために頑張るっていう風になると、こうつい嫌なことがあったりだとか、もうやりたくないなって思った時に諦めてしまいがちなんですけれども、それがこう誰かのためにってなると、もうちょっと頑張れるんですよね。で、その一番いい例がこう家族のためっていうものなのかなって最近感じたんでですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。で、僕自身こう半年ぐらい休職期間っていうのがあって、で、病気で仕事を休んでいたんですけれども、職場復帰するってなった時に、突然条件を変えられて、こう、職場復帰ができなくなってしまったんですね。まあ、できなくなったっていうか、その条件には仕事、生活ができないので、復帰できないっていう状況になってしまって、復帰プラス職場が変わるみたいな状態になってしまったので、結構ストレスが大きかったんですよ。で、ただ、家族を養うためには仕事をするしかないっていうのもあるので、こう、頑張るしかないですよね。なので、ちょっと心が折れそうとか、ああ、もう辛いな、っていう時に、家族のことを思い浮かべると、ああ、でももうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ってみよう、みたいな形で、ちょっとだけ元気が出てくるんですよね。なので、僕の仕事の場合は薬剤師っていう仕事なので、肉体労働ではありませんから、こう、疲れるっていうのはどちらかというと、こう、体が疲れるというよりは、気持ちとか頭が疲れる仕事なんですよね。なので、そこでこう、気持ちがちょっと元気になる。っていうのは少しちょっとなんですけど手助けになるんですよね。ただそのちょっとの違いがあるかないかっていうのは大きな違いになってくると思うので、仕事をするときもこう例えば、まあ、家族のためにっていうのも当然あるんですけれども、患者さんのためにとかっていう形でこう誰かのために頑張るっていう方が僕は頑張れるのかなっていう気がします。なので僕は祖父を尊敬しているんですけれども、祖父もやっぱり93まで現役で医師をしていたんですが、やっぱりこう患者さんのためっていうのがものすごく強く感じる方だったんですね。で、あとはこう、戦争も当然経験していますから、その辺でこう強さみたいなものは当然持っていたと思うんですけれども、それでもやっぱりこうすごいなって思うことがたくさんあったので、やっぱりそれを考えるとこうそれに比べたら僕はまだまだですから、こうもうちょっと頑張ってみようかな。っていうのが純粋に気持ちとして出てくるので、こう誰かのために頑張るっていうのはありなのかなっていう気がするんでですね。なのでこれからもね、こうちょっと辛くなった時、本当に辛い時は休まないとこう気持ちの病っていうのも当然ありますから、頑張りすぎっていうのは良くないんですけれども、そのもうちょっと頑張らなきゃいけない時っていうのに、こう誰かのためにっていう、その誰かを見つけておくのは僕はありなのかなと思っています。なので最近よく思うのは、頑張りすぎないけど諦めないっていうのが僕の中では一番いいぐらいのペースなのかなと思っていますので、これからもね、こう頑張りすぎないけど諦めない。頑張りすぎると体を壊しますし、諦めたらそこで終わってしまいますから、安西監督も言っていますけれども、諦めたらそこで試合終了だよっていうのもやっぱりそうだと思うんですよね。なので、頑張りすぎないけど諦めないぐらいのペースが長く続くのかなと思っています。なので、これからもね、そのぐらいのペース、自分のペースをこう上手に作りながら長く続けていけたらなと思っていますので、動画で紹介しています。勝也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。